皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのグローバルファーマーに挑戦していきたいと思います。はい。ということでこちら2024年10月7日に発売されたまだ早期アクセスのゲームですね。ストアページ情報によると実際の地図データを使って 農業ができるシミュレーターゲームなのかな一応公式で日本語にも対応してるようなので、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょうよしじゃあ早速やってきましょうか。ニューゲーム。はい。おーすごいこれで地域を選択。ドラッグできますね。日本も選べんのかな ジャパン。あ、ここに入れていけばいいのか。小松とかなんかおすすめのやつもあるけどワークショップ。これ確定してみる東京で農業やれんのかやってみましょう。あー、来たフリープレイ。まあ、フリープレイとかでいいんじゃないのこの地域の管理可能な工作地の数871。多いのか少ないのかわかんないけど。 窒素、リン酸、カリウム、ペーハーチとか、結構細かい感じなの。香水量多め。これも実際のデータをもとにってことあー、来た来ましたね。農場があなたの家です。ここに全ての建物を建設、車両を止めることになります。<laughs> 新宿ですね。新宿で農業、どうしよう。 代々木公園とか、明治神宮広くていいんじゃないですかあと新宿御苑ですよね、この辺り。<laughs> ああ、カメラも回転できる。で森だとあれか、あんまり耕すことできない。あ、ここら辺とかがいいのかなこ <laughs> こら辺で始めてるあ、農場にぴったりの場所のようですね。うん。わかりました。最初の工作あ、購入してくんだ。 ど、どう購入していけばいい,あ,ーいああ、すごいあどういうことこれ。<laughs> 道とかもこういう感じで作れるんだ。駐車場とか、あ、動物も飼えるあ、これあ、これか。やばい。近くいないぞ、農場。<laughs> これが畑になるのか。あ、ここら辺とかが畑ってこと 代々木公園のところ <laughs>。あー、これでいろいろと行けるやつがわかるのか。まあ、近く、近場まず買ってみるいくらすんのこれ。23万4000円。激安ですね。<laughs> 23万4000円で土地をじゃあ購入してみるか。まあいろいろと、ライグラス、キャノーラとかトウモロコシいけますね。とりあえず、 購入作業員を増やす2人確定お見事です作物の栽培が中心とりあえず畑は変えたけどあ作付けこれかいちごとかいけんの手で収穫する必要があるいちごやってみましょうか。 1> あ,あ、1月から3月。1日後に種をまくって書いたんだ。あ、始まった、始まった。はははは。なるほど、こんな感じで,で、手作業で始まりましたね。うーん。待つか、じゃあ。はははは。なるほど。それでどんどんやれるわけですね。 基本こういう作業は自動的にやってくれるってことか、ね。ここに種を植えてくんですもんね。代々木公園も買い取りたいなじゃん。<laughs> ああ、なんか歩いてきた。やっぱそっからスタートだから、ちょっと場所が悪いかも。あーあ、始まった始まった。種巻き始めた、これで。なるほど。これで作付けをして、 で、収穫を待つ感じか。は <laughs> あ。はい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 。だいぶ小さな畑ですけどね。いや、土地代だけでとんでもないことになりそうだな。リアルだったら。はい。あ、いちごの栽培始まった。なるほど。こういう感じでいけるんですね。これ他の土地も買いたいですよね。 ここら辺のと、あ、ここ近くにあるぞ。大印になりそうだな。<laughs> あ、りんごとか、いけるんだ。お金って相当持ってますもんね。ないほこのいちごを頑張って、育つの待つか。ああ水分量とか出てますね。一応育ってきてる 1>, もう1月半ばか。お、雨水足りてんのかな日照時間が不足してんのか。3月には収穫できるのかなあーお給料は1ヶ月おきに支払うと。はい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 、いろいろ出てる。赤い矢印は栄養分の消耗の速さを表す。あ、これか。 ああ土の栄養分ですね。窒素リン酸カリウム。これがなくなったらまた栄養を回復する作物を植えとけばいいってことか。で雨水水分量も出てますね。これを気にしながらやっていけばいいのか。どうなんだろう。97%だけど。もうちょっと成長しそうですけどね。 実ってきた。あ、でもなんかうっすらイチゴっぽいのが見えるけど、勝手に収穫もしてくれるってことですよね。またお給料払ったぞ。3人合計で4万9000円安いな <laughs>。お給料だいぶ安い。あと4増えれば収穫できそうだけど。あー、来来た来た来た。 ああ、収穫始まりましたね。すごいすごい。都心でイチゴの栽培ができたぞ <laughs>。収穫して販売が、これ手作業ですもんね。イチゴだから。トウモロコシとかだと、農機具、トラクターとかコンバインとか必要になってくんのか。おお、最初の収穫。 あー最初の収穫物を市場で売却できます。あー市場で、はい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 、はい。562、おお、すごい取れてる。88万9615円。だいぶプラスになったな。はい。あーで、さらに契約を受けるってきたな。玉ねぎとか、ニンジン。 さあ、くつけをじゃあまた、ああ、一度これで、やっといた方がいいか。人参か玉ねぎを、やれって書いてあるけど。ああ、ここら辺買うか、じゃあ。ここだったら玉ねぎいけますもんね。111万。<laughs> 結構高いな <laughs>。今、いくら持ってんの ?1000 万ぐらい持ってんのかな。土地買い取っちゃいましょうか。はい。 で、さらに、契約で、玉ねぎを、受けよう。はい。あー、車両体を作ろうって書いてある。建設メニューにして、駐車場を建設か。あ、この中か。小型トラクターは、これか。うーん。 苗床。うん。あと、駐車場がまだ必要だな。収穫したやつを置くサイロですよね。うん。あ、間違えた。冷蔵倉庫1個。あー、これか。あー、これで肥料を与えるお肥料でもいっぱいある気がするあ、ここら辺か。 えでも全部大丈夫そうですけどね。NPK。肥料を与える。はいはい。稼働コストが6万4千。安いな。でー、期待収入がそれってことか。全然いいんじゃないですかあー来た来た来た。あ、ちゃんとトラクターがまず肥料を撒いてますね。ははは。 なるほどで。25日からだからまだいいのか。うん。まあでもこのままいけそうですね。はいはいはい。あ、これで天気予報。あ、細かく書いてある。まあでも今のところは大丈夫そうですけどね。水のあれ。はい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 。 6万円でやれるんだ。なるほど、分かってきた。あー、水、あげてる <laughs>。やれることは分かりましたね。一通りの農作業のあれは、できるんだな。あ、雑草もやんなきゃいけないのか。除草剤をまくってことかな。あ、始まった。 農薬、のやくこう建物がすごい残っちゃってるけど <laughs>。それでやっていけると。一日一回できるみたいな感じなのか。ああ、これで終わった。こっちはこっちで何かしらやりたいんですけど。これとかオリーブとかやってみるああ、耕してる。あ、もう一台来ましたね。なぜかトラクター二台持ってることになってるけど、どういうことだ。ははは。 借りたのかなオリーブをそんな早く育つの水をまいた方がいいですよね。気温が高いですね、都心は。41度とかなってる気が。<laughs> あれ、ダメでしょ。こっち側も水をまいときたいな。 やっぱ畑の数が増えると大変そうですね。あ、オリーブの木もう生えてる。ははは。めちゃくちゃ早いな。はいはいはい。あ、水は上がったな、こういう肥料とかをこまめに上げつつ、やってけってことか。玉ねぎは一応、その契約しちゃったからな。あんまや。ああ、いいですね。あ、手作業でやってる。 いかトラクターのやつ設定してなかったですね。そうなるとこういう感じになっちゃうのか。あー、肥料とかやってますね。あ、できたで。ね水をこっち側もまいとくか。はいはいはい。畑が増えると結構やることが一気に増えそうですね。なるほど。あー、いけてるいけてる。 他の栄養素は全部バーチシですもんね。あーで、始まった。水を撒いてるのか。水を撒きまくった方がいいかも。こっち側も水とか巻きたいんですけどね。カリウムを与えるか。順番にやっていくか。なるほど。こういう管理がすごい重要なんですね。 やっぱこう、都心は畑 <laughs> になる場所が少ないから大変だな, <laughs> な北海道とかそういうとこでやると良さそうですよね。畑がほんと小さい。あー、やっぱり気温と日照時間不足ですね。こっち側は意外とオリーブはいい感じですね。 <laughs> 都心でオリーブ <laughs> 育てられんの <laughs> <laughs> ああ、日照時間があれかあ。雑草もちょっとこれでやっとくか。わかってきたわかってきたあ。こっち側は大丈夫そうですね。経費がめちゃくちゃかかるな。収穫まで大変ですね。 ああ、水を追加しとくか。すぐ乾いちゃいますね。こっちが水。はい。水のやつとかはもう一個ぐらいあっても良さそうですよね。っていうか、駐車場 L 得るぐらいでも全然いい気がするな。<laughs> トラクターもう一台あってもいいんじゃないですか ちゃんと使ってくれてんのかよくわかんないけど。ホースも、ここ。やっぱ水ですよね。水をバンバン撒いてこう。30%の雑草を減らしましょう。まあこのままいけるでしょう。いやでも成長までにだいぶかかるな、これ。ちょっと玉ねぎ育てる時期が悪かったかもしれない。 ああ、経を肥料、当たれるか、カリウム。こっちが水。結構細かくやらないとダメですね。もちろん水。<laughs> お金が <laughs>。水代が結構かかりそう。結構一気に上がるから。半分 減るまで待ってももいいいかもしれないですねおオリーブも玉ねぎも半分以上育った冬になるまでに収穫しないと厳しいですよねもう結構育ってきたかもだいぶ減ってきてるけど水1個入れとくかこっちは水を、はい、雨とかも降ってきましたね はいはいはい。まずはオリーブが収穫できるか。90。もうちょっとで10月ですね。ちょっと待って。これを、はい。あー、水がない。あ、収穫してる、収穫してる。ちょっと待って。収穫してた。<laughs> 収穫始まってましたね。玉ねぎの収穫だ。 オリーブはまだいや、これ小さいとこでもだいぶ大変だぞ。あ、作物なくなった。契約はどうなったのうん、契約完了。はい、玉ねぎ 1000kg 分。おれお金もらえた <laughs> 全然足しになってない気がするけど。あー、すごい解いてる。1 8 8 7キロ分。いいですね。 これでようやく149万か。お金になってないな <laughs> あ。あれは大変だ。で、またこっちが作付けをしていくってことですよね。はいはいはい、はい。だからこれから寒い時期に育てられるやつを、キャノーラとか、なるべくこう、人参とかがいいのか。 これだと今あるやつでいけるってことですもんね。で、確定してやっていくと。水が足りてない。オリーブは、まだ成長してないってこと来年ぐらいってこと取れるの。あー、もう120まで育ってるけど。あ、収穫始まった。オリーブ収穫ですね。はははは。 それで、全部収穫して、はい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 。あとは市場で、178キロ分。やっぱ小さいエリアだから全然儲かないですね。<laughs> 赤字でしょ、これ。財務概要。かなりの赤字ですね。<laughs> 無理だ。いろいろ土地とか買ったからかもしれないけど、かなり厳しいですね。あれ ローンとかも組めると。す <laughs> でにやったち。やっぱ都心で農業は厳しそうですね。うん。までもいいですね。実際のマップでデータでできるのはいいな。とりあえず今回はこの辺りで終わりにしましょう。